なんか懐メロが頭から離れた。何もかも転がり落ちたらめっちゃ骨折しそう。こっちの方が怖い。A と B、うん、ここだ。9時ちょうどの発車です。発車まで3分ほどお待ちください。発車しました。私のこういうとこういうとね。本日も JR 東日本をご利用ください。前から1号車、2号車の順に一番後ろが15号車です。あ、1号車から10号車までは伊東伊豆高原方面。どうだっけ。じゃじゃん、カニちゃんです。カニ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 、バタ、あーかわいい、おいしそう。すごいいい匂いなんですけど、カニ味噌がちゃんと入ってる。しかもちょっと待って、これもったいない。そこに戻す。まもなく品川です。うん、おいしい。私きっとこれさ、カニの出汁がさちゃんと出ちゃってんじゃないの。いい出汁出てます。うん、おいしい。カニ味噌最高。うん、これ2個買うべきだったな。え、足りなさそう。これは坊主伝説だって。そう、優秀賞2020、ね、創業明治21年、東華県、開けてみます。たくあんもついてるし、私に来てもらいたい。やっぱり油ボールから味見してもらいたい。美味しそう、うん、美味しい、うん、タラっぽい、うん、甘みある、ある、甘みある。油がすごい乗ってる。あ、だから油ボールか。うん、ご飯はなんか色がついてる。特急踊り子3号伊豆急下田修善寺行きです。うん、1号車から10号車までは伊豆急下田行き、11号車から15号車は修善寺行きです。うん、熱海駅で伊豆急下田行きと修善寺行きに分かれます。伊豆急下田行きは熱海駅を発車いたしますと、あぜろ10時35分、伊東10時45分、伊豆高原11。ごちそうさまでした。おいしかった。おいしかった。いただきます。クリームパルコサタリオ。よいしょよいしょ。
なんかカリカリのチョコレートのなんかクッキーみたいなの入ってる。美味しい。食感が。うん。私の食後は日本酒です。アガトビ。トビの人の絵が描いてる。1号車から10号車までは伊東伊豆高原方面伊豆急下田行き。席は9号車、10号車。修善寺行きの自由席は11号車。席番号をお確かめの上ご利用ください。この列車では指定されたお席をご利用のお客様への切符の体験は省略させていただいております。いい旅だ。1時13分。伊豆熱川11時23分。今これ今度11時13分ぐらいに伊豆高原駅河津11時37分、ねうん、終点伊豆急下田駅には11時50分の到着です。バスかタクシーで大室山に向かいます、うん、いるいる、うん、あったかくないこういうのもある。あ、すいません、大室山までお願いします。まだ持ってる、うん、あーすごい、すごい気持ちいい。なんかしらさっきからずっと聖子ちゃんが頭の中に回る。ん聖子ちゃんの聖子ちゃんがなんか夏メロが頭から離れた。聖子ちゃんのなんだと思う。なんだデビュー曲、デビュー曲なんだっけ、デビュー曲エクボの そっちかそっちのにこれデビュー曲、それデビュー曲だよ。売れたのは 2枚目から。そうだよね、青色のサンゴ礁が何もかもデビュー曲。
大変だけどぐるっと歩こうね。そうだね、いい運動だよ。いい運動。おお、だいぶ登ってきたね。本当だ、いい景色ね。それって見れんのかな。見てる。向こうで。私ちょっと私顔。センシーバーを上げてください。よく聞いてないか人の話。危ない。降りれないね。そっか。慌てふためいちゃう。いくらするんだろう。ちょっと。うん。1500円以内とか。うん。はい、左側に進んでください。無事着陸。無事着陸。すごいね。すごいね。あのさ、これから歩くあそこら辺がさ、人がミニチュアみたいじゃない。うん。結構距離ある。ね。買いました。すごい笑顔だよ。でもこれ思い出になるよね。うん、そうだね。これ。向こうの一番高いところまで行きます。まずはこっち見る下。すでに。結構来る。結構来る。あ、綺麗。本当だよ。すごいよ。すごい。すごく。うわ。こっちの方が怖い。転がり落ちたらめっちゃ骨折しそう。うん、なんで転がり落ちることを考えるのか。吸い込まれそうな。ほんとほんと。よし、じゃあ行こうかな。うん、行こう行こう。怖い怖い怖い。左の方が怖い。怖い。雨降ってたら怖い。怖いね、滑っちゃう。結構坂なんだよね、うん、あっちの上まで行くのずっと坂だ。そう、頑張るよ。頑張る。まだまだ3分の1さっきの展望台のところから、うん、まだ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 歩きます。ああ、ちょっとここ結構ちょっときついんだよね。そうだね。しかもマスクしてるからめっちゃ辛い。そうなんだよね。呼吸が。呼吸が。苦しい。息が苦しい。ここ綺麗だよ。めっちゃ。口は。見晴らしがいい。息を整えないと辛い。太ももがやばい。ああ綺麗。うわ、お綺麗。あそこに見えるの、うん、一番大きいのが伊豆大島だ。そうだ、あれ伊豆大島なんだ、うん、フォーカス大丈夫ですか。大丈夫。物静かになってます。Thank you.
山です。さあ、下りです。下りです。できたよ、うん、やばい戻ろう、ちょっとめっちゃ雨降ってるよ、うん、これちょっとびしょ濡れじゃないか、やべえ、やばい、ね、あーめっちゃ濡れてる、びしょ濡れだわこれ、これが上がってくる人、あでも上がってくる人いなくなったぞ、うん、めっちゃ晴れてんのよね、うん、左の前どうぞ、はいどうぞ、ありがとうございます箸を持って帰っちゃうぐらい可愛いんじゃない、うん、そうなのか、いろいろ可愛いよ、そう、これ見て、これ多分食器は工房で体験とか変えたりするの、いいのかな、徒歩12分とかで、確かに、でも工芸屋さんとかのお店いっぱい、ここまで来るまでいっぱいあったよね、うん、ネギトロ丼とか気になるんだけど、地魚フライ丼っていうのはちょっと重いね、うん、ちょっと今食べるの、シラスもあるから、シラスととろろうどんもある、セットあるね、一人これ、うん、なんかこの前一緒に買ったお箸みたいに細くない？本当だ、こんなの持ってっちゃう人いるの怖くない？900円で持ってっちゃダメですキノコうどんと素揚げうどんの冷たいの、 あと地ビールを一つください、オレンジジュースの温州みかん、はい、ちょっと涙みすぎちゃいました。すごい。こちらが前菜になります。こちら本日の前菜になります。すごい。これは本日の前菜です。これは盗まれて困ってる味。これ割り箸って思っちゃうんだよ。うん、そしてこれ見て、このジュースの器、傾いてるからちょっと溢れそうだ、そうって、涙々次すぎちゃいました、アーティスト、地ビールです、ビールグラスも可愛い、うん、乾杯、音を飲んでみて、うん、ちょっとなんか本当に生搾りって感じ、自然な甘さ、手がひじきのレモンサワー、冬瓜にしそ味噌添え、キャベツと小松菜のナムル、バジルあのコーンのポテトサラダ、これだ、うん、で彩り野菜のマリネ、どれこれ、うん、自然なんて読む漢字読めない、自然薯バカすぎる、私自然薯って読むんだ、それ自然薯、自然薯って読むんだ、これもういいです、バカさらしちゃってて、はい、食べよう、うん、なんかいつものひじきのつくねじゃなくてちょっとさっぱりするし、うん、うん、私が読めなかったで、自然薯のかき揚げ、うん、いいよ、おいしい、ニラとか入ってる、素揚げ、素揚げ
冷たいうどんと秋っぽいきのこうどん。きのこうどん。めっちゃかぼちゃとさ、ナスの素揚げってうどんにめっちゃ合うよ。うん。コシがある。とっても。コシがあるうどんだ。うん。うん。美味しい。待って。うん。美味しい。うん。たっちゃん食べる。うん。すごい。しっかりしたうどんね。ね。だからあったかいうどんでも下手んないかも。手打ちじゃないの。うん。うん。ね、しっかりしてる、ね。うん。美味しいね。めっちゃコシがある。おお。何の？え、キノコこれバターソテーされてるらしいからさ、私の好きなバター味が飛び込んできた。た うん。なんかこれ。バター味なんだけど、すだちのさっぱりした味が広がって、しつこすぎない。うん、キノコいっぱい入ってる。キノコいっぱい入ってる。うん、美味しいわ。ね、優しい味でしょ。うん、ほんとバターがまろやかで。そしてすだちのいい匂いが。うん。来るでしょ。ね。うん、生姜のタイプ。うん。うん。体に優しい感じだよね。ヘルシーだ。つゆがうまい。うん、絶対こうやるよ。やらないよ。みんな検査。やらないでしょ。絶対こうやるよ。まあ、やりたくなるか、これ。やるよ。困ったですね。黒ごまのプリンだって、うん、あとお抹茶となんかケーキ、ね、ちょっとさ、口今みかんジュースだから一回清める、ね、抹茶で。おいしゅうございます。黒ごまのプリンだって初めて食べるの。うん、和風なプリン、なんかごまの自然な甘さ。うん、美味しい。なんとかカステラ、なんか屋台とかで。ビビーカステラ。失礼。手で掴むなって。ベビーカステラ、確かにね、ちょっと。ほら、あの風貌は似てる。中がでもウニウニしてるから、なんかクリーム入ってるのかな。ウニウニしてる。うん。うん。なんだ。なんか甘いあんだけど、なんなの、うん、ベビーカステラみたいな。美味しいよ。美味しい。でも、ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかった、うん、ここはおすすめだね。全然スケジュール分かってなかったから、うん、こんな素敵なカフェに来るって思ってなかったから、うん、ね、当たりでした。サンキュー。そしたら宿へ、宿に、レッツゴー。
いいです。最高。